サンマール公、アンリ・サンマール公爵、アンリ・コアフィエド・ドリュゼは、フランス王ルイ十13世への長身、当時権政を誇った、リシュリュー数奇教と対立し、リシュリューを排除する陰謀を企てたが、成功の直前で露見し処刑された。この陰謀は、リシュリューを排除しようとする、数々の陰謀の最後のものとなった。サンマールは、エフィア公爵、アントワーヌコアフィエ・ドリュゼ元帥の息子であり、 元帥がリッシュリュと親しかったため、1632年に元帥が死去する鳥種流に庇護された。1639年、リッシュリュは青年サンマールをルイ13世に越見させた。この若い青年を王の故障にしようと考えたのである。故障とは王公のそばに仕える木に入りの進化のことであるが、多くの場合同性愛の対象でもあり、王公がことにあたって、 決定を下す際に大きな影響力を持っていた。リシュリューの目論み通り、サンマールはすぐに王室医省領長官、さらにシュメアタマイと出世した。その上、ルイ13世はサンマールにダンマルタン伯爵領まで与えたのである。サンマールは治安判事、フランソワ・オーギュスト・ド・トゥーヤ、王帝オルレアン・コーガストンと結託、スペインと内通し陰謀を企てた。 この計画はリシュリューを失脚ないし暗殺させ、当時フランスと対立状態にあったスペインと相互に、領土返還を果たした上で平和条約を結ぶというものだった。計画実現のためスペインは、スダン地方に1万8000人の軍勢を集め、合図を待った。しかしサンマールの秘密通帳がリシュリューの警察隊に押収され、計画が露見、信頼を裏切られた、ルイ13世とリシュリューは、 サンマールを裁判にかけさせた。こうして1642年9月12日、サンマールは、ドトゥーと共に、リヨンで断頭台のローと消えた。サンマールの母である、エフィア公爵夫人は、トゥレーヌ地方に追放され、サンマールの兄も、聖職録請求権を剥奪された。サンマール家の上官は取り壊された。陰謀を受けて、同年12月に、パリ高等法院は、 オルレアン公からセッになる権利を剥奪することを宣言した。サンマールの陰謀事件を題材にして19世紀、フランスのサッカーアルフレッド・ド・ビニーが1826年に小説サンマールを発表している。しかし、サンマールの人物像を美化しすぎているという非難を受け、1827年に刊行された番にビニーは芸術における真実についての考察と題する一種の 序文を付し、自己弁護した、シャルルグノーも同代のオペラ、サンマールを作曲し、1877年4月5日に初演されている。ありがとうございます。